まだ早いし、どこか行こうか。こんなことになってしまうとは残念だ。ことは急を要する。何か必要なことがあれば防衛課も全力で協力しよう。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。それは構わないが、防衛課で彼らの身元や交友関係を詳しく調べてみても特筆するような共通点は見つからなかったぞ。アナイアレイトギャングは無法者の集まりだ。もしかしたら無差別に襲っているのかも。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。わかった。君が持っているわ。ここにある名前を覚えて情報通の友人を見つけ、失踪者たちのつながりを知りたいというんだ。さあな、それは君の友人次第だ。他に何か力になれることはあるか。その回収課で最も器物に詳しい人物に会わせてくれ。それが彼も消えてしまったんだ。最初は特に気にしていなかった。何しろアドラーは普段からよくいなくなるからな。だがもう数システム時間が経つのにずっと連絡が取れないんだ。監視カメラでもアドラーの姿を見つけられなくて。最後にあいつを見たのは主制御部分。その時は大物化の恩精霊と一緒だった。案内してくれ。君、そのアドラーとやらが手がかりをつかんだようだったが、それを教える前にいなくなってしまったと言っていただろう。アドラーの失踪も襲撃と関係があるとしたら、彼は本当に何かに気づいていたのかもしれない。確かにあの時アドラーのヒントになったキーワードはエネルギー生命体だった。明火対抗も元素生命体の一種だけど、これはただの偶然なのか。調べてみる必要がありそうだ。あいつ急に音信不通になるなんていい度胸してるわね。もう二度と顔を見せないで。あ、アドラー君が、アドラー君がいなくなっちゃったの。
アドラー君、最近おかしくて、人体の自然発火とか超常現象とか研究してたみたいなの。私が呼んでも無視されることが多くて、ずっとブツブツ何かつぶやいてた。彼は何と言っていたんだ？確か位相がどうとか言ってた。位相？別に戻ってきてほしいわけじゃないもん。でもあなたたちがアドラー君を探してるなら教えてあげる。最後にアドラー君を見た時ね、ずっとこの冊子をめくってたの。アドラー君が何を探してたのかはわからないけど、あなたたちの役に立ったらいいな。その顔を見るにいい知らせではないようだな。なるほど。失踪したスタッフたちは管理職を非難するオピニオンリーダー的存在だったのか。それは興味深い。君が返信している間、僕も冊子を読み終えた。ここには何人かの天才クラブメンバーの生涯が記録されている。面白い情報がたくさん書かれていたぞ。そろそろ戻ってアスターやスクリューガムと話をした方が良さそうだ。帰りなさい。部下にダークウェブを監視させて、どうにか動画の拡散は抑えたわ。今のところ事態が深刻化するのは防げてる。それであなたたちの方はどうだった？楽観できない状況だな。別の言い方をすれば非常に悪い。もう時間がない。一旦現在の状況を整理しよう。これまでに集めた情報から見出せる突破口は3つ。